はい、コナンです。ドクターマリオワールドやっていきたいと思います。これはですね、7月10日今日リリースなんで、僕もねちょっと初めてやるんですけども、やっていきましょう。ドクターマリオ自体は今から30年前だよね。ファミコンとかね、ゲームボーイでリリースされていたんで、それはねやったことがあるんですよ。それがねスマホ版にアレンジされたということで、なんかだいぶね、基本システムは同じなんだけど、今までのドクターマリオってさ、上から下に落ちてきたのが、今回ねこの下から上に上がる芸にね変わったんですよ。そこがなんか斬新。基本的にはこのカプセルをね下から上に浮き芸に変わりました。でやって全部のこのバイキンを消してやるとクリアです。まあ最初のうちは楽勝だよね。ただねゲーム自体ねすっげえ良くなってる。前のさドクターマリオってあれだよね、この落下はさ自然落下しかできなかったんだけど、今回は自分でこうスピードを上げたりさ、どんどん出せるんだよね。でこうパッて自分で速さが変えれるあたりがね斬新になったと思います。しようぜ、こうやってスッとさ出せるんだよ。だからもう純粋なアクションパズルゲーとしてはねすごい洗練されたと思います。かなりこれやり込み要素あるぞ。これ開発がね、あの任天堂だけじゃなくて、まあ任天堂はねただ IP 出してるだけなんで、開発は実際はね LINE と HNN、 あのよくウォッチプニプニとかさ、ディズニーツムツムとか開発してる、あそこが開発してんだよね。だからスマホゲーとかさパズルゲーはもう慣れたもんだよね。これちょっとやべえ、ハマりそう。 OK です。まあまあまあ、僕もねもうパズルゲーはねかなりやってきました。あのポケモンのねポケドルから、そしてヨカゴチプニプニ、ディズニーツムツム、まあいろいろねやってきましたけども、このドクターマリオやべえぞ、これむっちゃハマりそう。さあ行くぜ。これはどうなんだ、ん、落とすよね。そしてこれはここどうする、この処理。あ、なんか勝手に消えた。で落とすと、なるほど、まだねちょっとギミックがね把握しきっていません。さあ次へ、とりあえずねどんどん進んでいきます。多分まだ最初の辺はほぼほぼチュートリアルみたいな感じかな。スタミナがねフリーになってるしね。でどうなんだろうね、結局ガチャゲーかとかね、そこの辺がねよくわかんない。任天堂なんでそんな無茶なね多分課金はさせないと思うんだけど、わかんないよね。前はさ岩田社長が元気な時は任天堂はガチャゲーはやらないって言っていたけど、実際蓋を開けてみたらファイアーエンブレムヒーローズとかガチャゲーになってた、なってたしね。さあ行くぜ。この早く落とせるってのが斬新だよね。昔はなかったからねこれがね。だから待ってなければいけなかったし、そのスピード感がさ、ウイルスや余ったカプセルを7回消すと出てきますよ。ん？どういうこと？どういうこと？レインボーゲージが消した回数の目印。レインボーゲージ？レインボーカプセルを使って好きな色のウイルスを消してみましょう。お？これか。ん？どういうこと？どういうこと？お？お？お？よくわかんねえぞ。あ、これか。来た。これで落とすと、おお、オールマイティ。なるほど。これ確かさ、対戦もできるんだよね、バーサス。だから激アツだよね、多分ね。さあ、コインゲットしていって、このコインが何に使うんだろうね。さあ、なんかだんだん難しくなってきたぞ。遊び方のヒント。同じ色を3つ揃えると、甲羅が動き出します。ん？何？何？何？
ウイルスを全部消そう。レディー、甲羅が動き出すってどういうこと。まあいいや、やってみようか。これで、あ、なるほど、これで甲羅が動いて消すんだ。すげえ。あ、これ、あ、やべ。あ、なるほど。なんかギミックが分かると面白いね。さあ、どんどんいきます。基本的にはね、三つ星クリアでいきますよ。どんだけステージあるんだろう。なんかすっげえ、いきなり最初からステージがむっちゃありそう。お、アイテムがなんか使えますね。アイテムの効果はタッチして選択すると確認できます。なるほど、なんかいろんな多分アイテムがあるんだよね。ギミック、ダイヤモンドやコインが必要です。あ、ここが課金要素か。なんかガチャゲーよりもこういう課金の方が好きだね。ガチャゲーってさ、結局なんかもう際限なくなんかお金使っちゃったりして、なんかまあそれはそれで面白いんだけど、ガチャのねドキドキもあるんだけど、やっぱドクターマリオ、これどうやってやるんだろう。そして動かして、カメ動かす。で、おっと、入れてやる。おお、なるほど、この動きが面白いね。で、これどうしよう。こうやって入れてやるか。なるほど、これまっすぐ落とす。これはどうする。変形させて動かしてやるか。あー、ダメだ、落ちる方向にしか行かないんだ。落とすね。で、これはどうする。赤いのここ入れてやるか。そして黄色、黄色落とす、黄色消す。そして青は落とすと。あ、この分かれたカプセルでもできるんだ。そしてこのレインボー、難しいぞ、ここ落としてやるか。やべ、むっちゃ意味なかった。落としてやる。そしてこれなんか対戦の時なんかすげえ、あー、やべ、対戦の時むっちゃ熱くなりそう。これどうする。これもうダメだ、やべえ、早くも分かんなくなってきたぞ。ここ入れるよね。で、赤がこれどうする。ここ消すと。そして黄色カプセル、ここ入れてやるか。よし、スキルゲージが溜まりました。早速スキルを使ってみましょう。なに、なんかスキルとかあるぞ。スキルボタンをタップしてください。スキル、なるほど、なんかキャラによって多分いろいろ使えるんだ。これどうするや。分かんなくなってきた、落としとけ。で、レインボー、レインボーはオールマイティか。ここ行くか。そして赤落とす。そして赤を、青を消して、で、これはここ行こうか。あー、マジでカプセルなくなった、もうダメじゃん。あと1個、使えるカプセルの数はステージによって決まっている。カプセルがなくなる前にウイルスを全て退治しましょう。何？もちろん行くぜ。どうする？ここ消すか。で、黄色、あ、これってどう？ここ消そう。で、青消して、赤が来たら終わりだね。で、赤来て終わりと。 OK、 だいぶね容量分かりました。これはハマるぞ。結構ね、このパズルは好きですね。
なんか慣れてきたら多分この速さとかも勝負になってくるんだろうね。アイテムが全て使えるようになりました。ウイルス退治に役立ててください。いきましょう。このフリーっていうのはそのまま使えて、このコインがいるやつはダメなんだよね。スキル満タン、やってみようか。もうスコアアップもいきましょうか。やべえ、パズルゲーの神ゲー来たか。ちょっといろいろちょっと考えていこう。こうスキルの使い方もポイントだよね。さあここはここ落とすと黄色消して、で落とすと、あれマジで落とそう。消して、青消して、あーダメだ。ここ消すよね、黄色消す。ここを行ってここで落とすと黄色消す。で青消したいので、青で黄色を入れると、でよしよしだぜ。オッケー、慣れてきた。なんかスキル使わずにいっちゃったけど、これそのうち多分むっちゃむずいステージとか出てくんだよね。なんかポケトルを思い出すぞ。やっぱこういうパズルゲー作るとね、この NHN とか上手だよね。この先にもウイルスに困っている仲間がたくさんいるようです。ピーチ姫、クッパ、ドクターの姿となって立ち上がったマリオたち、ウイルス退治の旅の始まりですね。こっからかい。最初のドクターを3人の中から選んでください。そりゃドクターマリオでしょうと言いつつ、ドクターピーチでいきます。スキルレベルが上がるとスキルが早く止まります。ランダムに縦一列を消します。ドクターピーチでいくぜ。さあステージ13やっていきましょう。お、ここはどうする。ウイルスを全部消そう。カプセル15。これだんだんカプセルの個数とかが少なくなってくんだよね。これでいこう。あ、ダメだ。いきなりミスった。いきなりミスった。これは痛い。で、青消して。あ、いけるいける。で、縦に行く。そして亀が横に走る。で、これはまっすぐ落とそうか。で、消して。こっからが、これどうしよう。で消して、これは隅に寄せておこうか。うーん、難しいな。落とす。黄色、わかんない。来そう。そして赤が来たんで、で赤いで亀が横に走ると。ここどうする。この亀を横に走らせれば終わりだよね。これはちょっと横に跳ねておいて、まっすぐ行きの落としの消えると、これは落とそうか。で青が、やばい、あとカプセルが3つしかない。あ、いけるいける。ここは隅に落として
てこいつを縦に行くと、そうすると亀が走って終わりと。なるほど、結構頭使うな。お、やべえ、星が3つ取れていない。やっぱ星コンプリートしたいよね。ウイルスを全部消そう。いきます。おお、ここはどうする。カプセルは15か。なるほど。やべ、消して消して、で青で消して、うわ、ここでこれでいこうか。で黄色いこうか。でここが難しいね。これでいこう。赤消して、で横に走らせるか。消して、カプセルが半分残りましたね。半分にあったカプセルもタップで動かせますよ、空いたスペースに。なるほど、さっきからやってるんだけど、あー、ここ持ってこればよかった。こいこいで消して、使おう。そしてどうしよう、ここ行こう。ミスったか、ミスったか、若干ミスった感がある。これはもうここしかないか。でここ消して、水色消して、いけるか。ここ行こう。よし、あと青1個、これどう消そう。カプセル4つか。いけるんじゃね。おし、だこれ達成するとなんか達成感あるね、面白いね。よし、星3つ、 OK。やべえ、なかなかハマるぞこれ。